立川雄二は日本のレーシングドライバー。神奈川県鎌倉市出身。両親がバイクツーリングの最中にたまたま見つけたカート場で家族でカートを始めたのがレーシングキャリアのスタートとなった。その後、SL シリーズや SL 全国大会等で頭格を表し、1992年には地方カート選手権のデビュー戦でいきなりポールポジションを獲得。 1993年には、地方カート選手権 AII クラスで最終戦を待たずしてチャンピオンを獲得。1994年には、日本人初のエルフのスカラシップ生として突出、フォーミュラルノーキャンパスカップで2勝を挙げ、シリーズ4位の成績を残す。翌1995年に帰国後、フォーミュラトヨタ西日本シリーズにて、国内レースデビューを飾り、 シリーズチャンピオンを獲得した。同年には全日本 F3 選手権にも参戦を開始し、第6戦 TI で予選12番手から最後尾に落ちるも15周目に6位まで追い上げ初のポイントを獲得した。1997年にはシリーズ2位になっている。またこの年には全日本選手権フォーミュラ日本にも参戦を果たし、2001年にはシリーズ3位となった。 その後、2005年を除きに1009年まで参戦した。1998年に参戦した全日本ツーリングカー選手権において攻撃的な走りを見せ、シリーズ4位となり、セルモのエースとなった。全日本 GT 選手権には1996年にデビューし、1999年にはセルモに移籍しその後一貫して、トヨタ車のステアリングを握り続けている。 JGTC スーパー GT での通算19勝は歴代2位、ポールポジション23回は単独トップである。トヨタレクサス社との相性が良い,いとされる富士スピードウェイを得意とし通算19勝のうち9勝を挙げている。またスーパー GT に参戦するレクサス SC430、トヨタスープラ、レクサス RCFGT3 の開発ドライバーを 脇坂俊一らと共に務めた。2021年現在も、石浦博明と共に、GT500 ドライバーとして活躍中である。スーパーフォーミュラでは、インジングセルモの監督を務め、2015から2017年まで、ドライバーズタイトルを3連覇した。JGTC には1997年に、チームルマンから、フェアレディ z で、スポット参戦したが、 1999年にセルモに移籍し、スープラをドライブした。当初は竹内博則とコンビを組み、2001年には au セルモスープラでシリーズチャンピオンを獲得した。竹内とのコンビは2003年まで5年間続いた。立川は JGTC 及びスーパー GT において3度チャンピオンを獲得をしている。立川以外にンド以上のチャンピオンを 獲得しているのは、元山明、脇坂敏一、ロニー・クインタレッディの3人のみ。ありがとうございます。